はい、のぶです。今日2023年の6月28日に、畑に来ています。早朝です。早朝って言っても8時なんですけどね。8時台に来て分かったことは、8時でも暑い。早く来て早く終わらそうと思ってたんですけど、もう8時でも暑かったし、もうちょっと早く来るというと、今度はもう5時とかになるんかな。じゃないと暑すぎて作業、昼前のと一緒ですね。今日は特に暑い日なので。もう一個8時台で困ったことは、通勤時間でめっちゃ車混んでたっていうことぐらいですけど、まあ初めてやったんでね、8時に来るの、8時まで7時台6時台に作業するのがいいんかなっていうのを感じました、改めて。では今日もここ今から草刈っていきます。伸びるね。はい、頑張ります。2023年6月28日の作業終わりました。朝2時間半やっただけで、まあ今日は終えます。汗だくなりました。ここにね、自分の持ってたところのね、一回雑草多かったんで刈り込んでみました。で、枝豆だけが残った状態です。もっと早くやっとかないといけなかったのか、自然のってそもそもそういう雑草と共生なのか、まあもっと調べていったら知っていかないとなと思います。畑に関わる時間が本当に短すぎたと感じています。唐辛子とかなってるのか、はいはい、こんな感じで、あっさ、草刈りも疲れてるんで、あっさ、うるさくなる前に行こうかと思います。はい、いやー、あっ、はい、そんなとこで今日の動画投稿は終わります。草刈りまだね残ってるんで、そうそう、やっぱりこの草刈り機の充電で1回で4分の1終わるぐらいですよね。だから2つ持って2日に分けてやるぐらいで、ここの畑やと最短で、じゃあそれぐらいやと思います。2日かけて4つのバッテリー使うっていうような感じで、 6.0 なんですけどね。はぁ、あ、っていう感じでした。もうちょっと残ってるんでまた来て、作業します。